で今このずっぽし村本土に住んでいる15人の住民の中で最後にやってきたのがこちらの三尾さんになります。鼻っぽこちゃんがありますね。あ見なかったことにしようすごいとこで倒れてんね、あいつね。ずいぶんひどくやられたね。そうなんだよ、ちょっといろいろあってね。あもっとジョニー映りがいいところで喋ろうかなって思ったんだけど失敗しちゃった完全に隠れてしまったね。そうか、服送ってから喋るの初めてか、三尾さん。みんな僕のことジロジロ見るんだ。みんな同じ服着てるはずなんだけどね。あ、いいね、これ。完璧なアングルじゃない？三尾も入ってるし。これで三尾さんから何か、ものをもらいたい。ももちくんとガリガリくん。へぇーチャッチーな、チャッチーなお土産。明らかになんか落ちてたやつでしょ。ゴミでしょ、それ。聞かなかったことにしておいてあげる。お腹が空いた時のためにいつも僕はお菓子を持ち歩いてるんだ。今日はコーヒーゼリーを持ってきてるんだよ。コーヒーゼリーもらえる流れかこれないないないよ。そうだ、さっき食べちゃったんだ、のねん。そっか、落ち込むんか落ち込むんかい。ちょっと回復待たないと。あれあれあれ、今流れ星が流れ星銀いなかった？いた。あれは、ま、孫をことなき流れ星。なんだよなんだよ。せっかくご足労いただいたんで、ちょっと会話が見たいとこなんですけど。早く回復しないかな、三尾さん。ベグッサン三尾さんって今まであったっけ？あんまり印象ない気がするけどね。ちょっと聞いて。あれあれ見た？右上。え、なんかすごい集まってきてるね。このような辺境の地に。やっぱいるよな。ニコバンバンいんね。僕、野菜ジュースを一気飲みできるんだよ。そっか。まあ、サイだから。サイ野菜ジュース飲むのかな。それはすごいですね。でも、一気飲みって体には良くないですよ。まあ、サイだからね、一回に飲む量もすごいんじゃないの。なんか、三尾さんの会話聞いてると、いつも俺サイだからね、って言ってる気がするけど。はうー、ボンもやってたの昔。急にお腹が、落ち込み多いなぁ、三尾さん。じゃあ、三尾さんニコバンもせっかくだから見ますか。ニコバンは初めてだよね。僕系同士割と、見てはいる気がするけどね。ボンとペシミチとはあってもね、三尾さんね。向こう行きますか。すげえ激突してるけど。うんうんうん。いいね。いい位置だ。今日はいいお天気だね。ちょっとニコバンが波に飲まれてる感もありますが。ほんとだね。お散歩に行かないのはもったいないよね。そうね。最近もね、いい天気続いてるんですけど。ちょっとね、時勢柄、外に出れなくてね、辛いよね。稲川くんもこれからどっかにお散歩に行くんでしょ？この回は初めてだよね、多分ね。じゃあちょっと世相を反映して、ここは行かないよの方にしておきますかね。そうなんだ。まあ、のんびりするのもいいもんだよね。まあね。そうだよね。のんびりするの最高のんびり屋じゃのう、主らは。じゃあここで三尾さんに物をもらえますかね。そういえば稲葉場くん、最近太ったんじゃない？太ったかな。まあね、外出れてないからねさっきからこんな話ばっかりですけど、歩いてすらいないもんな。まあ、仕方なくない？やっぱり気持ちはわかるけどさ、おやつの食べ過ぎには気をつけないと。おやつはそんなに食べてないんですけどね。特に今みたいな時間に何か食べると太るみたいだよ。お昼下がりですか？でも僕はもう食べちゃったからそんなの関係ないんだ。コーヒーゼリーをね。あ！機嫌が悪くなってきた。あ、
あーなるほどね。君はちょっとアグレッシブすぎるよ。あのね、他の住民はね、機嫌悪くなった後も3回まで会話できるんですよ。でもね、三尾さんまだね2回しか会話してなかったんだけど、こうなってしまったってことは好感度が上がりきっていないからか。タイミングを改めるしかないかな。もうちょっとね、三尾さんからもらえないっていうのはねないもんね。じゃあジョニー行くか。やんでバカ野郎、やってられねえっつんだよ。ジョニーな。たまたまね、この企画をやってる時にジョニーが来たっていうのはラッキーではあるんだけど、どう考えても調和を破壊するタイプのものですよね。ジョニーがくれるのはね。すげえベグスさんが見てんな。わちゃわちゃしてますね、みんなね。早く起きてくれよ。やっと起きた。長かったな。はっ、ここは、あなたは。おう、アイスイー。私は乗っていた船から海に投げ出されてここに流れ着いていたのですね。そしてあなたが私を助けてくださったのですね。ありがとうございます。私はジョニーと申します。おや、あなたとは以前にもお会いしたことがあるような。いやいや、気のせいですね。私は港でいろんな人に出会いますので、あなたに似た人と勘違いしているのでしょう。え、あなたも私に会った覚えがあるですって？本当ですか？え、嘘？どっちなんですか？え、やっぱり本当って。はい。相変わらず長いな、ジョニーは。ありがとう。なんだろうね、これね。あ、木彫りの熊。これはなんか良さそうだね。普通に良さそうっていうか、普通すぎっていうか。もっとなんかね、キテレツなやつを想像してたんで、ちょっと若干拍子抜けですけど。ありがとう、ジョニー。使わせてもらおうかな、木彫りの熊。でですね、さっき最後にこのズッポシ村本土にやってきた住民として三尾さんを紹介したと思うんですけど、この動画で活躍してくれてる子って、この本土っていうかズッポシ村に住んでる子だけではないですよね。そうだね、ラブドゥッピだね。島住民からもね、何かもらいたいなと思っておりまして、デスバズーカ島とラブドゥッピ島があるんですけど、デスバズーカ島はちょうどあれなんですよ。島住民の切れ目っていうか谷間の時期っていうか、今日行っても浜辺にね、新しい子が漂着してるだけだと思うので、物はもらえないはずですんで、ラブドゥッピ島に行ってみようと思います。ラブドゥッピだったらキャロに欲しがってるリゾートシリーズを渡せば、お礼として何かをね多分くれるはずなんで、それ狙い。じゃあタヌキチからリゾートシリーズ発注できる分は全部ね発注して今持っているんで、行ってみようと思います。ついたっぴ。キャロの部屋はね、できれば俺がキャロのために選んだ家具だけで埋め尽くしてあげたいなって思ってたんですけど、まあ仕方ないね。ちょっとリゾートシリーズをねあげましょう。キャロさ、俺のさ、この顔ぐちゃぐちゃ問題について、あ、言及してくれる。キャ、稲葉はどうしたの、その顔。これ確かめたことなかったですよね、今までね。久しぶりだもんね、これになったんでね。ごめんね、稲葉、ひどい目に合わせて。でも蜂さん恨まないで。あ、キャロ、もしかして蜂側の目線で蜂側の目線で物を言ってるのかい、キャロ。なんて思いやりに溢れてるんだ、天使だね。今日も天使だね。お、あ、いきなり来てくれた。リゾートのスクリーン、これを渡すことによってお礼を売れるはず。私なんてお礼を言ったら。いや、お礼なんて、とにかく、あれ、あれ、くれないパターンもあるんだっけこれ。あ、なんかあったような気もするな。はいはいはい、リゾートのランプ、次はもらえるんじゃない、きっと。私なんてお礼を言ったら、からの、お、そうだわ、いいものがあります。ショーブロック、
昭和ブロック嫌な予感するな。ちょっとどういうものかわからないけど、昭和の歯は多分波だよな。なんだかあなたとっても眩しい。そうかい。ギラギラしてたかな。ちょ、昭和ブロック置いていい？キャロがね、勢い余って昭和ブロックも欲しがる時あるんで、なんかウェルと同化しちゃってますけど。あ、これはあれ、これもしかして今日もらったもの扱いになる？いや、なるって言われても多分誰もわかんないと思うけど、完全に俺の胸三寸だもんな。俺次第だけども、ニュートラルコーナー返されちゃった。どうしよう。ちょっと考えますわ、扱いに関しては。お、来ましたね、リゾートなテーブル。おかしな気分になりそう。ここの表現なんかおかしいよね。これはもともとあれなんですよね、欲しがっていた家具ではなくて、たまたま目についたから欲しがったっていう感じですよね。そうだわ、あなたにお礼をしなくちゃ。ここはやっぱ金が。そんな気はしていた。あ、でもすごい、2990ベルだって。無一文だったもんね、俺ね。すげー、え、優しい、優しいキャロ。お、リゾートなタンスも来ました。お金もらいました。やっぱ金しかないんだろうな。あー、でも2000ベルぐらい、2100いくら、ありがとう。あともう一つだけね、リゾートシリーズ持ってきてます。ダメだな、もう10分ぐらい粘ってんだけど。最後の一つを欲しがってくれない。私の部屋に素敵な家具を持ってきて。キャローがね、欲しがってるリゾートシリーズね、意外に持ってなくて、ベッドとか椅子とかクローゼット欲しがるんですけどね。あ、今日はこれ諦めて帰ろうかな。昭和ブロックもらえたしね。目的は達成してるんですよ。これでおいとましようかな、気持ちに。これまとめてバーって置けるの知ってた？ありがとうキャロー、今日はこれで帰るよ。またお金が貯まったら来るからね。出してくれカッペイ。カッペイは俺の顔に触れてくれないんだね。本土に戻ってきたので、三尾さんのところに行ってみる。おおおおお、あ、話せるようになってるね。これで物もらえると嬉しいんだけどな。あれ、稲葉くん、君が持ってるのは、お、リゾートなラックじゃない。あ、まだいるっぽいな。ニコバンとベグスさんだよね、きっとね。これ、リゾートなラックを欲しがってくれるってのは、あれかな、交換かな。これ、ちょうどいいね。てか、昭和ブロックを欲しがられなくてよかった。あ、ベグスさん、すごい似合うね、それね。てか、増えてきたな、イチゴギンガム。最近、フルーツ集めに夢中になりすぎちゃって。フルーツと交換かな。部屋の模様替えとか全然してないんだ。だからちょうどリゾートのラックとか欲しいなって思っていたんだ。うん、よかったら。おおお、やばい。やばい、喋らなきゃ。あ、しかも、え、オイルヒーターって俺持ってなくない？え、すごいね。あーどっちだ、どっち、なんてこったい。なんてこったい。俺のシャッターチャンスが。いや、でもオイルヒーターは持ってないよ。これは超いい。ちょっと季節的にはね、あれですけどね。ああ、デフォ服になっちゃったんだな。わあ、稲葉くんは親切だな、あのね。リゾートのラックがあれば僕の部屋も少しはおしゃれになるよ。バンバンにあれだね、ちょっとムチムチの服を送ってあげようか。え、これで揃ったかな、これで揃ったんじゃないでしょうか、家具。ということで、ようやく部屋作りの方に着手をね、していこうかなと思ってるんですけど、長かったね、ここまでね。今何パート目なのか。もうちょっとよくわかんないですけど、
1階を作っていきましょう。さあ、まずは、2個番からもらったこの8畳敷畳を敷いてみましょう。うん。そして、壁紙ですね。壁紙は、ブーケかな？ブーケからもらった、チャイナの壁です。どうかな？悪くないね。悪くないっていうか、むしろいいんじゃないの？え、めちゃめちゃ合ってない？やるな、あいつ。これ意外に成功するぞ、この企画。いい感じ、いい感じ、今んとこ。罠曲に変えとくか。やっぱ罠曲といえば、ケケ刑事ですよね。で、最初はね、ちょっとね、無難なとこから行きたいんですよね。和風の家具から置いていこうかなって。ペシミチがさ、これ、いろりね、いろりくれたじゃない。これ置いてみる。いろりって何マス？ 4 マスがいいな。あ、いいじゃない。これいいじゃない。すごいすごいすごい。これ中央でしょ。完璧。これでよくねえもん。これで完成でもいいぐらいなんだけど。あー。で、さらに、まあじゃあさっきの、これかな。サラちゃんがくれた灯籠ですよね。灯籠。まあ、ここかな。最初、玄関入ってすぐ灯籠って感じじゃない？で、あとはですね。ちょっと待って、確認させて。ジョニーのやつかな。早速もう住民じゃなくなっちゃいましたけど。ジョニーがくれた北海道土産の木彫りの熊。ああ、完璧だな。まあ、奥の方かな、奥としたら。なんか、台に乗せるべきだよね。あ、でもね、第1はあるんですよ。台はね、桜島がね、くれたんだよね。ログソファーテーブル。ああ。まあまあまあ、これにさ、乗せればいいんじゃないの？あれ？まさか。これ乗せられない系？マジか。地べたか。まあ、そういうことであれば仕方がない。では。木彫りの熊を奥に置いて、あとはもう和風じゃなくても、まあまあ無難にやってくれそうなやつを置きたい。これとかですかね。文ちゃんがくれたログハト時計をここに置いてみようか。どう？ああ。まあ、なんかあれだね。壊してない感じするよね。調和を壊してない感じすごいする。大丈夫、大丈夫。今んとこいいよ。ジェーンさんがくれたリゾートなタンス。これもまあ、無難じゃ無難じゃない？まあまあまあ、なくはないよ。全然いいって。で、同じタンス家具として、クソクマが。ムーの野郎がくれたこのラブリータンスですね。あー、しかも二マスか。あー、もうこっからダメだと思います、どの家具も。